それでは S2 線見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずフロントバンパーの右前になりまして、ツヤもあってですね、気になるような傷もなく、すごい綺麗な状態ですね。で、中央部分も、まず下の方もそんなに大きく擦ってるようなところはなさそうでして、まあ、このあたりも綺麗な状態ですね。で、エンブレム周辺も綺麗な感じになってまして、左前、こちらも同じく綺麗な状態ですね。で、ヘッドライトは、クリアな感じですね。続いてボンネット。へこんでるところは特になさそうで、ちょっと動画で映るかどうかわかんないんですけど、薄い線傷がですね、よーく見るとついてて、まあもしかしたら、ボディカバーとかのちょっと傷かもしれないですね。こんな感じで、まあ、ボンネット自体はですね、ツヤもあって目立つような傷もなくといった感じです。続いて、左側面です。まずはフロントフェンダーですけれども、綺麗な、フェンダーですね。で、ホイールがですね、左側面のホイールかなりちょっと擦っちゃってるような感じでして、こんな感じで大きくガリ傷がついてますね。で、タイヤの方はまだ溝たっぷりと残ってますね。まあちょっと、ひびが少し入ってきてるので、まあ少し劣化してきてるかなというような感じです。でドアミラーは、ちょっと薄い線傷がちょこちょこちょこっとあるかなという感じですね。で、助手席側のドア、サイドステップ周り含めて、特に気になるような傷は見当たらず綺麗な状態です。で、左リアのフェンダーですけれども、こちらも綺麗な状態ですね。で、左リアのホイールも同じくですね、もう丸々一周、こんな感じでガリッと、傷がついてる感じなので、まあ、左側面ちょっとやっちゃったんでしょうね。こんな感じですね。で、タイヤはまあ同じ状態ですね。溝の方はたっぷりと残ってるという感じです。で、左の側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。続いて、リアバンパー。リアバンパーも綺麗ですね。右後ろの方も特に気になる傷は見当たらない感じです。このあたりも綺麗ですね。上面の凹みも特に見当たらなそうな感じでして、色あせなども特に見当たらないですね。はい。続いて、右側面です。右リアのフェンダー周りですけれども、綺麗ですね。で、右側のホイールはかなり綺麗な状態です。こんな感じですね。あ、まあでもここはちょっと擦ってますかね。で、運転席のドア。綺麗な状態ですね。で、サイドステップ周りも綺麗な感じになっております。で、ドアミラーもね、綺麗ですね。そして、右フロントのフェンダーですけれども、右フロントフェンダーも、まあ、特に気になるような傷は見当たらない感じです。そして、右フロントのホイール。こちらも、まあ、左側面ほどのこう傷はね、なくて綺麗な状態かなという感じですかね。まあこの辺に多少ちょっと傷があるかなという感じです。で、左側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。で、フォローです。右側も綺麗なく、左の方は、特に大丈夫そうですね。はい。では続いて内装を見ていきまーす。よいしょ。
まずはドアトリムからですね。綺麗なドアトリムですね。スカフプレート周りも綺麗な感じで。フロアマットもね、まあ多少ちょっとね、擦れはあるかなっていうぐらいな感じですね。で、レザーシート。まあちょっとひびが、入ってきてるかなっていう感じで、まあこの辺なんかはちょっとこうね、割れも出てきちゃってる感じですかね。で、助手席側は、比較的綺麗な状態です。で、ステアリングの擦れですけれども、まあ、特には見当たらなそうですね。で、ダッシュボード上は、なんだろうな、これ。ちょっとした乗り跡があるかな。こんな感じです。で、純正 DVD ナビ。純正の CD-MD デッキという感じです。シフト周りもね、綺麗ですね。で、ETC 車載機が中に入ってる感じですね。で、エアコンダイヤル類の割れとかも特にないですね。このあたりも綺麗な状態です。はい。エンジンをかけてみたいと思います。エンジンのかかりもね、いいですね。手上がりの方もいい感じです。まあ、純正ナビの方は一応読み込みますね。そんな感じです。はい。じゃ続いて、トランク見ていきます。トランクのトリム類。特に欠品なく。で、綺麗ですね。すごく。車載工具の方も揃っております。続いて、助手席側ですけれども。助手席のドアトリムも綺麗な状態ですね。で、スカフプレート周りも綺麗な感じ。ちょっとここに傷があるかなという感じですかね。で、助手席のフロアマットもかなり綺麗ですね。で、シートの方は、まあ、ちょっとこうね、シミっぽい、感じのもあるかなっていう感じですかね。こんな感じの内装になっております。はい。では続いて、エンジンルーム見ていきます。はい。では、エンジンルーム行きたいと思います。まず、ベルト周りからですけれども、まあ、特に変な音はね、してないですね。ヘッドカバーもすごい綺麗ですね。クラッチマスターも、ブレーキマスターも新しくなってそうな感じですごい綺麗ですね。これもね、よく割れるんですけどね、これも多分新しく変えたんでしょうね。こんな感じで、まあエンジンルーム内も結構綺麗ですね。こんな感じになっております。はい。では続いて試乗してみたいと思います。はい。それでは S2000 試乗してみたいと思います。AP2 になりますね。前オーナーさんから直接買い取りをさせていただきまして、なんとですね、ワンオーナーの、車になりますね。走行距離が5万7700キロということで、まあ距離もね、だいぶ少ないですね。で、まずクラッチですけれども、まあ多少ペダルの重さはね、出てきてるかなという感じはありますが、つながり含めて特に違和感ないので、まあまだ全然ね、このまま使えそうかなという感じですね。で、ミッションの方の入りは、特に問題ないですね。あ、ブレーキがすごいよく効きます。タイヤがね、結構いいタイヤ入ってますからね。ブリヂストンの S007。まあちょっと年数的には経ってそうかなっていう感じはあるんですけども、まあこのタイヤグリップもいいですしね、乗り心地もいい感じでして、まあ S2000 にはね、最適なタイヤですよね。で、今エアコンつけておりますけれども、涼しい風出てきてるので、
まあ今日もですね、30度以上の気温になってますけども、この点も問題ないのかなという感じです。まあ外装ではですね、左側の2本のホイールのガリ傷、これがねちょっともったいないなというような感じですかね。メカニカル的にはすごくね調子良さそうですね。アクセル踏んだ時のトルク感なんかもねいいですし、まあこのちょっとガタガタしたような道に来ても特に何か異音がしてるとか変にハンドル取られるということもないですね。心がガタついてるなんていうことも特にないです。で、この車純正 DVD ナビなんですけども、SE1000 にね車外の 2D ナビ入れるのに純正のこの DVD ナビのダッシュボードを使ってですね、つけるなんていうのがまあ主流だったんですけども、なんとですね先月この純正 DVD ナビのダッシュボードが、聖杯ということでですね、まあ、またどっかで作られるのかもしれないんですけど、今はですねこれ手配できないんですね。なのでこの純正でこの枠がついているというのは非常に今価値があります。まあそんな感じの S2000 ですね。まあメカニカル的にはね特に不具合ないかなというような感じでございます。以上 S2000 の試乗インプレッションでした。HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。